鳥山石燕、根弱百鬼周囲より朧車、おぼろ車おぼろ車は、鳥山石燕による、江戸時代の妖怪画集、根弱百鬼周囲にある日本の妖怪の一つで、騎士者の妖怪。石燕のガトでは、半透明の牛車の前面の、本来ならすだれがかかっている場所に、巨大な顔のある姿で描かれている。解説文では、昔かもの王子おぼろよに、 車のきっしり落とし蹴り。出てみれば、異形の物なり。車相の遺コにやとある。車争いとは、平安時代に、祭礼の場などで、貴族たちが牛車を見物しやすい場所に、移動させようとした際に、牛車同士が場所を取り合ったことを言う。平安中期の物語、源氏物語において、六条宮洲所が、祭り見物の牛車の場所取り争いで青いに破れ、 その怨念が妖怪と化したという話がよく知られている。ことから、この話がおぼろ車の元になったという説がある。中世日本の説話集、宇治周囲物語には、鴨祭り見物のために作られた桟敷屋という小屋に、泊まった男が会員に出会う話があり、これがおぼろ車のイメージにつながったとの説や、その宇治周囲物語を含め、 百鬼夜行に類する話が多くの古典資料に見られることから、そのような百鬼夜行の類いを石縁が、おぼろ車という妖怪として描いたとの説もある。おぼろ車の妖怪側、儀式者の前面を顔が塞いでいるが、江戸中期の妖怪物語、稲尾もっけろくには巨大な老婆の顔が戸口を塞ぐ場面があり、構図が共通しているとの指摘もある。昭和。 平成以降の妖怪関連の文献においては、おぼろ車とは車争いに敗れた貴族の遺魂が、妖怪と化したものであり、京都の鴨の王子で、おぼろよに、車のきしる音を耳にした人が、家の外に飛び出してみると、異形の妖怪、おぼろ車がそこにいた、と、解釈されている。おぼろという言葉の通り、手で触れられるようなはっきりした、存在感はなく、全体が、 半透明になっているとも言う。水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎のエピソードの一つ、おぼろ車の舞台となった東京都調布市では、電柱にはおぼろ車の一コマが描かれ、調布が鬼太郎の故郷であることがアピールされている。ありがとうございます。